おはようございます。8月7日第45回ですね。今日はジャパンレプタイルショー第1日目土曜日ですね。ちょっと今日はすごい微妙な場所でしか撮れないんで、ホテルからね起きて、いつもイベントの前は必ず僕松屋でご飯食べるんで、今日は馬とまがあるみたいなんでね、馬とま食べて、松屋好きなんですけど馬とま食べて気合い入れて頑張りますということで、今日は朝松屋に来てます。魚の方はね、爬虫類イベントなんで、もし万が一その動物が逃げちゃって魚食われちゃったら嫌だってことで、一応昨日詰め直しして酸素入れて用意してあります。一応大丈夫だとは思うんですけどね、まあ着くまでちょっと心配ですね。夜の6時半にはもう出ちゃったんで、7時完全撤収なんで、で朝8時半まで入れないんでね、ちょっとドキドキしながら待ってる感じです。でイベントに関してはね、思ったよりちょっと通路が狭いので、もしいっぱい来ちゃった時ちょっとご注意いただきたいんで、一回ね、その受付したらはけてもらうというか、ステージがすぐそばにあるんで、そっち側スペースがあるんでね、一回ステージの方にちょっと逃げてもらわないと苦情が来ちゃうかもしれないなと思うんで、まあどれぐらい来るかなんですけどね。であとごめんなさい、僕ゴムを忘れてしまって、今日は参加してくれるっていう、ちょっといつもちょっとよくしていただいている方が買ってきてくれるんで、それまでちょっと太いゴムがないので、大きいやつはちょっと、まあ、おそらくその方もね、朝並んで、抽選参加するっていうことだったんで、そこに間に合うとは思うんですけど、というちょっと土壌をやってしまいました。申し訳ございません。なんでちょっと搬出に関してね、決まった方すぐね、出せなかったってことになる可能性がゼロではないんで、申し訳ございません。僕のミスです。あと魚自体はこの間紹介したやつで、で基本的にはその抽選をやるのに紙に名前電話番号書いてもらって、希望の魚何番っていうのを書いてもらって、でその何番の魚に対して上から1番2番3番4番ってつけて、一応アプリでね、抽選のアプリを取りましたんで、昨日の夜で、それでやります。それだとくじ引きだと人が取ってるからって思われちゃうかもしれないですけど、アプリなんでね、やりようがないんで、それでちょっと、なんですかね、まあ、それだと完全に平等になるのかなっていうふうに思いますので、まあ、あと搭載人数制限ありっていう感じですね。で、ちょっと水槽が下なんですごい見づらいと思います。申し訳ないです。ただまあ動画で魚ね、チェックしてもらって、搭載に関しては選ぶ時間しっかりね、一人ずつ、作ってもらうっていう感じでできますんで、最悪すごいそれで搭載見づらいようだったら、蛍光灯がうちあるんで蛍光灯カバー出してそれつけてちょっと見てもらうってこともできなくないんで、まあ魚自体はしっかり見れるかなと思っています。で黒いのが出るようにね、豊屋さんに緑色の船を借りてきたんで、魚持ってる本来の色がしっかり出てる状態だと思います。なんで炭焼きに関しては今出てる色っていうのは結構いい色が出てるはずですね。でまあもちろんこれから色が上がってくる、豊洲さんよく言ってるんですけど、うちのは本当炭がこれから乗ってくんだよっていうふうに言ってたんで、まあそういう遺伝を持ってるんでしょうね。だどんどん黒くなってきます。あとはそのドドメ色っぽくなるうちに来てるのは、多分でもドドメ色っぽくなるようなやつが多いと思います、見た感じなんで。そっち系が好きな方はね、すごい抜きやすいんじゃないかな。そうですね。あとはまあちょっと大阪ランチューとね、南京が色がちょっと飛んじゃってるんですけど、まあ、それも来た時の動画みたいな感じのねイメージですね。あれに今戻りますんで、はい。ということで、ドキドキしながらちょっとイベント。一応これ10時前にあげるんで見てもらえたらありがたいんですけど。チケットですね。チケット販売が10時からになってしまうんで、確かコンビニで買えるはずなんですよね。なんでジャパンレプタイルズショーで検索かけてもらって、買い方あると思うんで、コンビニで買ってしまえばチケットの並びに行かないで、チケットじゃない方の入る待機列の方に、回れますんで、でおそらく結構ないつもね並びになるんで、まあこの時間から行っても遅いと思うんですけど、まあちょっと皆さん頑張って入ってきてください。
ということでね、ちょっとこれからご飯を食べていきますんで、今日は短めということで、その代わり早く動画あげます。一応あの8時半にね、中に入って魚の状態を見てからねあげるので、おそらくこれが上がる頃は9時ぐらいだと思います。もうそれじゃ押せよって人もいるかもしれないですけど、イベントなかなか大変なんですよね。ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。